皆さんこんにちは。今日は10月じゃないや、9月の23日ですかね、水曜日でございます。いわゆるシルバーウィークの最終日なんですが、もう夕方なんですね。今の時間がですね、ちょうど午後の4時59分って出てますね。もう5時になるところです。今からですね、辻堂にある事務基地まで、ちょっと行きたいと思いますんで、その間ですね、ちょっと動画を撮ろうと思います。今日はいつもとはちょっと違うルートですよね。あ、5時になりましたね。5時の鐘が鳴っております。夕焼け小焼けでしたっけ、この曲。ちょっと聞こえますかね。あ、鳴り終わっちゃった。今日はですね、スタート地点が香川駅だったんですね。 JR 相模線の香川駅、まあ、私がいつも使ってる最寄り駅なんですけど、そちらのですね、ロータリーというんですかから、スタートしております。この道は多分通ったことないと思うんですよね。でもまあ、もうちょっと行くともうすぐ見慣れた道に、出ますので。いやー、皆さんどうですか、シルバーウィークでね、今週の土曜日からお休みがずっと続いてたっていう方、多いと思うんですけど、土日月火水ですね、今日水曜日ですけど、どうですかね、皆さんどこか行かれたりしましたか。まあ、ニュースとか見てるとですね、結構高速道路とかの、今なんつうの、帰省ラッシュ、違うなどっちだ、 U ターンラッシュか、がなんかすごいっていうのはね、昨日今日あたりですか、やっぱり一番混んでるのはですね。まあ、渋滞に巻き込まれてしまったという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私はですね、特にこうどこか遠くに行ったりとかはなかったですね。普通に、近場で、なんか一応出かけたりはしたんですけど、近場で済ましました。で、まあ、あんまりその遠くには行かなかったんで、まあ、あれなんですけど、まあ、ちょっと振り返ってみるとですね、まず、すいません、変なところでね、話がちょっと途切れてしまったんですけれども、まずですね、土曜日はですね、私はどこに行ったっけな、茅ヶ崎のサティですね、ずっと改装してて、まあ、3階、1階、2階、3階ってフロアがあるんですけど、2階がですね、ずっともう全面改装だったんですね。で、その改装リニューアル工事が終わったんで、ちょっと行ってきまして、まあ、サティっていうか、まあ、前も言いましたけど、イオンですね、イオン。茅ヶ崎の人はサティっていう人が多分多いと思うんですけど、イオンです。なんか、イオンスタイルっていうね、新しい形態になったんですけど、そちらの方ですね、オープンして、数日だったと思うんで、ちょっと行ってきましたけど、いやー、なんか2階が随分広くなったなっていう印象があります。別に床面積自体はほとんど変わってないと思うんですけど、なんかこう広く見せるような工夫っていうんですかね、広く見せる設計みたいな風になっててね、すごくなんか広くなったなっていう風に感じました。
で2階とですね、あと1階ですね、1階にフードコートが復活したっていうか、まあもともとフードコートあったんですけど、ずっともうどんどんお客さんの減少でですね、テナントが撤退してっちゃって、今銀だこしか残ってなかったんですね。つい1年半ぐらい前までクレープ屋さんがあったと思うんですけど、そこがなくなって最終的に銀だこが1店舗だけ残るって形だったんですけど、まあここに来てちょっと、改装で復活しましたね。で入ってるのが、まあ銀だこそのままありまして、あとファーストキッチンですね、それからあとなんかカレー屋さんとドーナツ屋さんですね。あと何か入ってたかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、でまだちょっと工事中なのが、後楽園ですね。今後後楽園が入るらしいです。いや、ジャスコにも後楽園あって、サティにも後楽園入るのかって思うとね、なんか不思議な感じしますけど、でもねこの間行ったらもうすごいお客さんいっぱいで、久々ですよあんなに活気のあるサティを見たのは。ほんとねお客さん少なくて、その買い物をするときにお客さん少ない方が好きな自分にとってはですね、ジャスコには行かずサティの方に行くっていうのが鉄板で、やっぱサティの方が好きなんですけど、なんかねあそこまで逆にお客さんがめちゃめちゃ多いと、それはそれでなんかうおすげーって感じで、なんか活気が戻ったようでね、ちょっと嬉しかったなと思います。まあ映画館もあるんで、ちょっとしばらくはね潰れないでほしいですけどね。まあイオンとその、まあ、マイカル系のあれですよね、合併っていうか、まあ、名前がイオンに統一されてから、まあ3年ぐらいですか、 2年もっと3年ぐらいですよね、なんでちょっと茅ヶ崎はねすごい至近距離に、直線距離だったら本当数百メートルのところにイオン2店舗になっちゃったんで、どうなるかなと思ったんですけど、まあサティの方ここまで大規模にリニューアルしたってことは、まああと向こう10年は大丈夫かなというふうには思います。まあいつ何があるか分かんないですけどね、個人的にはねサティの方が好きなんです、ね、まあイオンスタイル、っていう名前になりましたけど、イオンスタイル茅ヶ崎店ですね、リニューアルオープン行ってきました土曜日。まあ3階は今まで通りなんで、ちょっとね3階と1階2階がなんか別のテナントみたいな感じになっちゃってますけど、で3階はもうあの従来のねマイカル色をですね色濃く残すような形ですけど、未だにまあとにかく、イオンですね、まだ行ってない方ですね、ぜひ多分もう来週再来週あたりには着くと思うんで、ぜひですね、行ってみてはいかがでしょうか。なんかね本当に2階広く感じます、ね、で、土曜日はね本当イオンに行ったぐらいで終わっちゃったんですよね。 あと八日堂行ったぐらいか。でも19日だったからもう八日堂もそんな混んでなかったですね、みんな多分18日に、行っちゃったんでしょうから、対して混んでなかったです。で、20日ですね、20日はですね、ちょっと乗り鉄撮り鉄に行ってきまして、湘南モノレール行ってきました。行っちゃってもよかったですね。湘南モノレールはですね2年ぶりぐらいかな乗ったのは、まあ江ノ島と大船を結んでるモノレールの路線なんですけど、まあ今ね鎌倉とか江ノ島っていうのは非常に人気な観光地で、ちょっと箱根がまあ警戒レベルが下がったとはいえ、ちょっとですねまだ噴火云々のあれがありますんで、割と鎌倉側にちょっとね、シフトしてるのかなっていう感じはしますけど、江ノ電とかはですねものすごい人なのに対してですね、湘南モノレールは、まあ、それと比べるとすごいガラガラなんですよね。狙い目です。まあちょっと運賃が高めっていうのはあるんですけど、片道310円、たった15分ぐらいの距離なんですけど片道310円でね、ちょっと値段的には、運賃高めなんですけど、
でもですね、なかなか面白い路線なんですよ。スイカとかパスもね、IC 乗車券は一切使えないんですけど、1日乗り放題券が600円なんで、往復で使うならもう乗り放題券買った方が安いっていう、そういう、価格設定になっております。湘南モノレールはね、本当空いてますよ、うん、で、最近本当もうここ半年ぐらいですか、だいたいこう休日の夕方になると運行情報が出てて、混雑の影響で遅れが出ていますっていうのは毎回出てるんですよね。もう出ない日はないぐらいですよ、休日だったら。それぐらいですね、ちょっと混んでるんで、まあある意味狙い目、路線的にも非常に面白い、なんかちょっとジェットコースターみたいな感じなんですよね。結構スピード出しますよ、懸垂式の単線の路線なんですけど、結構スピード出しますね。湘南深沢から西鎌倉の間に、トンネルがあるんですけど、そこをね、入る直前のところはね、めちゃめちゃスリルあります、先頭で見てるとね。大船から乗って湘南江ノ島の方に向かうときですね、湘南深沢出て、その先西鎌倉までの間でトンネルがあるんですけど、その直前でですね、すごいカーブにですね、ものすごいスピードで突っ込んでいきますから、めちゃめちゃ面白い。ちょっとね、怖いぐらいですよ、怖くなるぐらい。まあそんな、湘南モノレール行ってきましてね、本当はね、京浜急行に行こうと思ったんですよ。京急のなんか動画でも撮ろうかなと思って、で大船まで行ってどうしようって思ったんですよね。こっから逗子まで行って、京急逗子線に乗ろうかなと思ったんですけど、ちょっと時間的にも微妙だったんですよね。もう午後だったのでどうしようと思って、で、結局湘南モノレール行くかということで行ってきまして、ちょっとだけね、江ノ電の江ノ島駅の前も行ってみましたけど、すごい混雑でしたね。多少高くても快適性を取るなら湘南モノレールですね。あのクロスシートなんで、4人とかで行くと、ボックスシートで、4人で座れますから、なかなか楽しいと思いますよ。江ノ電はちょっと混みすぎですね。平日はそんなでもないんですけどね。まあそれが20日ですね。20日もそれ言っておしまいです。で、21日日曜日ですね、じゃない、月曜日か、21日月曜日はですね、津田沼駅、千葉県の津田沼市にある津田沼駅の、開業120周年のイベントじゃない、120周年だったんで、ちょっと津田沼駅まで行ってきたんですよね。で、なんか記念グッズが発売されるってことだったんで、ちょっと行ってみたんですけど、まあ行くのが遅かったんで買えなかったです。なんかツイッター見たら結構もう早くから並んでて、すぐに完売しちゃったみたいなんで、まあしょうがないなということでね、津田沼駅に行きまして、で買えなかったんでね、まあもし買えなかったらどうしようっていうことも考えてですね、初めからですね、ちょっと大回り乗車の、ルートで組んでたんで、そのまま帰ってきちゃいました。ちょっとね、ちょっとグッズ欲しいなと思ったんですけどね、東西線に直通する231系の800番台ですよね。あれがデザインされてる記念グッズなんてそうそう出ないですよ。231の800万台ね。あれはね、グッズではほとんど出ない。ほんと微妙な車両ですから。微妙って、出来とかじゃなくて、立ち位置がね、すごい微妙なんですよね。あの車両って。よくわからない車両なんで。だからちょっと、どちらかというと、都内の電車の中でも割とマイナーな部類だと思うんですよ。なんでね、なかなかそれがデザインされた、記念グッズなんて、見れないとか出てこないんですけど、そうね、ちょっとだから欲しかったなと思いますけどね。まあちょっと手に入れられずでしたんで、うん、なんでまあそのまま、東京から京葉線周りでぐるってきたんですよ。
同じところ2回通っちゃいけないっていうルールがあるんで、ちゃんとそうならないようにですね、東海道で来て東京から京葉線でぐるって回って津田沼まで来たんですね。で、なんかもう帰りはね、中央線で八王子まで行って帰ってきましたけど、そんなこんなでね、行ってきまして、それが月曜日ですね。で、火曜日、昨日はですね、何もしてないです。茅ヶ崎の大熊と山手電機行って、で、あと郵便局行って切手買っておしまいでしたね。昨日切手の動画1個出してみましたけど、あ、切手の動画ちょっと結構いっぱいあるんでね、今後あの定期的に、出していこうかなと思います。10月に入ると鉄道の日のですね、鉄道シリーズが出ますんで、ね、そちらもですね、ぜひ紹介したいなと思います。ということで、事務基地に到着いたしました。ここでいいか。もうここでいいっすね。はい、それではこれで失礼させていただきたいと思います。ちょっとね、シルバーウィークの振り返りにだけになっちゃいましたけど、それでは、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。